い、というわけで始まりました。視聴者さんの方、ストリート動画第32回かな。12月に入りました。チャンネル登録者数とかもね、ずっと停滞してんねんけど、まあまあやっていくしかないなってことなんですが、今日はもうとにかく風が強いね。風強いね。もうどうなることかって感じだけど、まあやっていきましょう。でもね、今日はあのいつもの場所にちょっと面白いのやってたんで、まずこれをご覧ください。どうぞ。サイエンスサタデー。はい、ということで、サタデーサイエンスってことで、今日はね、柏はこんなことやってます。体験しませんか。これは何なんですかね。これ普段私たちは柏駅の近くでこう古いアパートを自分たちで DIY して改修して作った科学館で普段やってる展示だったりを今日柏駅の方に持ってきて、でさらに同時に他の場所でもイベントをやっていて、でその紹介と兼ねたような場所の展示をここでやっています。そうなんですよ。ほんなら普通のお家を改修して博物館みたいな感じにして、あ、まさにまさに、あの普段は展示を行っているけど、今日はこの柏の駅でたくさんの人に知ってもらおうということで、出張して、で、うわ、すごい。加えてそのいろんな場所を回ってもらおうっていうためにガラポンを使ってクイズラリー、ガチャガチャね、ガチャガチャ使ってクイズラリーを実施したり、またに、でこの場でも今日やってる、ここに並べているワークショップ体験してもらってます。うわ、すごい。ここでも何かできるんですか。そうですね、この中の 1,2,3,4,5,6 これ全部どれかできるってことですか。どれかできます。特に今日人気なのはこの葉の化石掘るってやつ。うわ、ちょっとそれ今の音の頃もずっとやってて。あ、そうなんや。ちょっと見させてもらってもいいですか。あ、これ那須塩原栃木県から、はい、あの入手した湖の底にあった泥の石をこうちょっと切ってきたやつで、層になってるの。泥が積み重なって押し固まった石です。で、層になってるの分かりますか。層になってるんですって。で、あ、ほんまになってる。時代にずっと重なっていって、これに一緒に木の葉だったり昔の生き物だったりがこう一緒に挟まると、それが化石になるって感じ。化石になると。ちょっとこれ開けてみて出るかちょっと分かんないですけど。あ、いいんですか、そんな大きいやつが。あ、もちろんです。今から割ってくれます。押さえてもらって層に沿って、層に沿って、ちょっとごめんなさい。怖い。ちょっとあの向き変えます。こういう感じで、ちょっとこれ出たかった。あ、これとか木の葉ですね。ちょっと分かりづらいんですけど、木の枝とかそういう風なのが挟まっていて。うわ、すげえ。今日出た男の子の中にもっと綺麗に葉っぱの形が出てるようなのも見つかったりしてます。これはじゃあ何年前ぐらいのっていうことになるんですかね。これが出てきたのが6500年前の噴火でできた火山に後から水が溜まってできて、いつ干上がったかは分かってないんですけど、まあ、1万年よりは新しいぐらいの。あ、じゃあでも、じゃあ6500年前、最低の6500年前の可能性があるんですか。マックス古くて6500年前で、そこから後にできちょっとずつ積み重なっていってできた。うわ、そうなんや。じゃあすごい古い化石な可能性があるってことですね、この葉っぱは。そうです、そうです。すごい。で、こんなやつをその DIY したなんかマンションのアパートとかで、科学館でやってます。やってると。うわ、すごい。あ、ぜひぜひね、ちょっと載せてもらったりします。ちっちゃいんですけど、はい、ここやねんて。じゃあ、大きな感じで写真で撮って、はい、手作り科学館エクセドラさんのね、はい、いろいろな催し物でした。ほんまにこんな感じで柏は面白いことやってるんでね、ぜひ皆さん見に来てください。はい、ということでね、こんな感じで、すごいですよね、科学のエクセドラって手作りの科学館らしいですね。そうですね、ぜひぜひね、見に行ってもらえたらななんて思います。というわけでね、ストリート頑張ってきます。イエーイ、ありがとう。 OK。 はい、ということで終わりました。まあ今日はどんな日やったかというと、寒かったね。寒かったな。ほんで今日は早くに携帯の電源が切れてしまって生放送がほとんどできへんかったから、ちょっとあそこが残念やったなっていうところです。でもまあいっぱいフライヤー配ってね、いつもみたいに。やっぱ今日は人通り多かったの。なんでこんな多かったの。あ、でもレイソルの試合があったからっていうのはいっぱいある。黄色い T シャツいっぱい着てたんだけどね。ほんで実際に今日買ったみたいで、レイソル。めちゃめちゃテンション高くて、
ちょっといい感じやなと思います。どんだけねチャンネル登録者数増えてるかってことなんですが、あの水位のコーナーは、明日ねやった後にね、今日土曜日なんで日曜日やった後にいっぺんにやろうと思いますということでね、今日はねこんな感じかな。今日の柏でした。これありがとう。コメント返しのコーナーありがとうということでね、呼んでいこうと思います。もうねだいぶね動画いっぱい上がったのでいっぱいコメントいただいてるんでね、まあでも一応ちょっと残しておこうと思うので、まあ何個か呼んでいきます。まず最初に長者さんが方ストリート動画第31回の生放送にねコメントくれました。ゆうとくん、ゆうと西本さんね、リアルタイムで見れなかった、今日もストリートお疲れ様でしたということでありがとうございます。ありがとうございます。そうね、やっぱ生放送はリアルタイムで見てもらって、あのコメントとかいっぱいくれたね、その生のコメントとかね、それを僕が受け答えするっていうのがやっぱ面白みなんかなって感じなんでね、ぜひ生でね見れる機会があったら見てくれたら嬉しいなと思います。ゆうとくんありがとう。ありがとう。続きましてアシメ358、俺だ、トライカホン、トライプカホンさん、トライプカホン俺だ、30回目おめでとうございます。おめでとう、ね、ありがとう。そうね、あの節目というか、まあ30回、もう気づいたら30回やってるよな、ね、長いことやってるけど、まあ全然まだまだねバズらなあかんので、ね、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとう。はい、はい、続きましてサキさん、さんストリート動画第30回にねこれもくれてます。この週末ストリートしているところの周りはイベントで賑やかだったようですね。コメント返しのコーナー、本人いる前で読んでるの受けました。この人ね、このおじさん今も読まれた。さきさんありがとう。さきさんありがとう。そうね、まあ、でもほんまこうやってもうほんまに、まあ、こうやって横にしょっちゅういるってことは常に応援してくれてるってことや。常に応援してる。そう、もうそれがとっても嬉しいなと思います。ほんまにね精一杯ねみんなのこう応援に応えてね、なんとか上に行けるように頑張ろうと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとう。ありがとう。続きまして日本さん、日本さん、柏がホームになってる感じ、やっぱりストリートいいねってことで、ありがとうございます。そうそう、結局関西ではねなかなかストリートできなかったからね、やっぱこっち来て工場的にこうやってねストリートできるのはとても嬉しいなと思います。もうねこの調子でどんどんもうやっていくしかないんで、精一杯やっていくので、まあ、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。日本さんありがとう。続きまして T さん、お疲れ様です。この歌に出会えてよかったです。これからも頑張ってくださいということでありがとうございます。ありがとうございます。これはそれですよね、あの無限城って曲をね気に入ってくれて、声かけてくれた人も声かけてくれた声ね気に入ってくれてありがとう、嬉しいです。これからもねいい曲作っていこうと思うんで、ぜひぜひね楽しみにしててください。はい、ということで、はい、T さんありがとうございました。続きまして、水原ゆとりさん、好きすぎるってことで、好きすぎる、ああいいね、ありがとうございます。これは少女と雨の森っていう、はい、ゲーム実況のねメロディーに出会う旅っていうシリーズにコメントくれたので嬉しいなと思います。気に入ってくれたかな、その時の曲が。もうね、ちょっとなかなかね、あのゲーム実況でそのメロディーに出会う旅できてないなって感じなんだけど、詳しい人の話聞けば、なんか今マルチで動画をやってるのはあんまり良くないらしくて、なんか検索に引っかかりにくくなるらしくて、なんかその音楽でやるのは音楽一本やった方がいいっていうのをちょっと聞いてて、ゲーム実況をやるなら別チャンネルでやった方がいいよみたいな話も聞いてるので、ちょっとどうしようかなって考え中。水原ゆとりさんありがとう。続きまして、久保ドラムさん、久保ドラムさん、1分55秒から流れてる BGM なんて名前ですかっていうことでありがとうございます。これは視聴者参加型ストリート動画第31回で流れてますね。でこれね、俺もいつもさ何にも知らないから始まるから、あの歌のことなのかなと思って、じゃなくてどうやら先生あのねのことです先生あのねという曲も CD になってるね、ぜひぜひゲットしてもらえたら嬉しいなと思います。ということでありがとうございます。はい、続きまして、サイレンジマロンさん、中納ということでね、マロンさんありがとう。見に行きたいけど北海道済みなんだよなということでありがとうございます。北海道からはねなかなか厳しいよね、でもこうやってね応援してもらえるの嬉しいです。ありがとうございます。よし、ほんならあと一人にしようかな。あやさん、あやさんありがとう。もう3つぐらい連続でコメントくれてます。見に行きたい、むしろ一緒に歌って動画出たい、友達にいっぱい紹介します、これめっちゃ好きってことでね3つ連続で上げてくれててね、待ってもらいました。ありがとうございます。もうぜひぜひね応援してもらえたら嬉しいなって感じなんで、ありがとうございます。あやさんありがとうございます。ということでコメントまあまあ読みました。あとちょっとだけ残ってんねんけど、明日の分、ちょっと明日の分もねコメントもらえたら嬉しいなと思います。ということで
コメント会社のコーナーですよ。ありがとう。ありがとうございます。今日の一曲ということで、今日はね、ファイトを歌います。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら登って行け。私中卒やからね、仕事をもらわれへんねやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えてる。ガキのくせにと頬をぶたれ、少年たちの目が年を取り、悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって、助けも出ず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら登って行け。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら登って行け。ファイト。というわけで締めにかかります。締め締め。明日もねストリートあるんで、ね、皆さんぜひね、応援してもらえたら嬉しいなと思います。ということでありがとうございました。